バカタレ。食べた意味ないじゃん、お互いもう分かってたじゃん、これもんだりーわー、ほんとだるいわー、なんなんだよ、マジでよ、変わってくれ、迷ってやるか。誰だ。どうしようかなこれ。あれ。三。四。どうしよう。やましいね。やましいね。五。六。あ、でマップこっちだったか。今ちゃんと見てなかったや。あ、本当だ。ミスったわ。ちょっとやったな。これからか。そうです。あ、違う。あ。ショートカードよ。間違えた。ん？やり？お、なんかショートロー出てるよ、ケツから。出てるね。君のキャラ見てたな。銀行家かと思って。ギャンブラーでした。あ、出てる。モクモクしてる。やべ、俺それ見てなかった。今自分の次のカード見そう。打ってるよ。間違えた。うんうん。あ、地味だね、思ったより。なるほど。あ、本領だな。あ、すごい。あ、素晴らしいな。のギャンブル。ギャンブルだな。ギャンブルです。なんかギャンブルよ。あ、あ、あ、すげえ。でもね。終わりなんです。あら？なんか、なんか重さと違うな。ちょっと違うね。俺も思ってたのと違う。あ、マイワイル使われた。俺の金引かれるのか、納得いかねえな。あ、なにこれ？あ、え、こういうルールになったの？なんか知らん能力ついてるこれ。銀行か。リスクマスで収入プラス10を売って100円得られるらしい。え、早っ、何しないガジェッツ。ガジェッツ。何をしたかと言いますと、ガジェッツです。金が欲しいね。金は欲しい。
ああ、いいね。いいね。それいいね。ちょうどケツ皮出てんのいいね。悪いやついた。なんか2段階で悪いことしてびっくりしてちょっと赤がめっちゃ来たからどうしといた今あれ今普通に金踏みに行った方がよかったわ。さっき強盗したか。あ、そうか。あ、そっか。こいつ銀行家だから収入マス踏んだ方がいいやつか。そういえば忘れてた。ああ。くれよ。いや、あの金が欲しいよ。金がなくなっていくんだけどなんでだろう。誠実な取引じゃん。最低だ。最低だな。やばいな。誠実な取引は良くない。ああ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 。なんてこった。でもなんか、俺が大事にしてたカードは取っといてくれた。どれだ。どうも。
こんにちは。どうもどうも。どうもどうも。これ欲しいんだけどな。維持目指している。いや、なことない。手に危ないカード持ちたくなかっただけ今、まあ、慣れたらいいなあとね。まあ銀行行けてねえんだよな俺。どうしてどうしよう。行けねえ。なんで行けねえの。行けばいいよ。ちょっと応募されたんだけど。いやか。お金増えたじゃん。すげえ。やったね。ギャンブルは勝つからね俺。素晴らしい。あ、俺から奪い取ったカードで。なんかやべえな、ロマンを感じる金額になってんな。よくねえな、あれ。追加ターンまで得て。やばいな、お前金、おい、どうなってんだ、お前。1000円って持ちすぎだろ、お前。急に選挙に目覚めてる。そして今の。そして失敗した。今の赤いカードが来たから、どうに使っただけ。そういうことにしようか。イエーイ。おお、いいね。いいね。いいですね。派手になった。派手になったね。強化入ってんだね。なんだ。なんか個人のキャッシュバックっていうのがあって、カードを使うのにお金使ったら 10% とか、うん、ほうほう。あとその銀行行って収入増やすのに金払った分が返ってくる。なるね。行ったもん勝ちだわ銀行。強い。うん、強いね。投資しても投資した分は返ってくる。え、強っ。マネーゲームマジでぶっちぎるようになったな、それ。あ、サイコロが弱え、マジで進まん。マジでやめてくれ。終わる。一瞬で金。え？やば。あ、やば。なんか、え、なんか、なんか、何された今俺。なんか表持って帰ったらなんで。
あーえぐいね、やば、あだる、え、どうしよう、予定が狂った。予定が狂った。何あのなんだろうなと思ったらよ、やっぱお前なんか第2回戦行く気満々だったもん、写真。いや今来た。普通に今使ったら来た。秘密の抜け道でしょ。1が銀行行かなくてもこれで増えていくかな、プラス出すことによって41は低いな。95ってマジ強えな。その分、その要はあの、しかもリスクマスで、手札シャッフルもできる、あ、シャッフル、シャッフルじゃねえ、金、収入を売って、100円ゲットっていうのもできるようになると。おぉ。だマジで、マネーゲームしてる方が強いんだろうな。それが楽しいかどうか置いといて。でもいいっしょ。ないことはないでしょ。あれ金ないじゃん。金ないんすよ。なんでさっきので使い切りましたよ。僕。サルボン、あれには美容術だ。あ、マジ収入がすべて。あ、なんかいろいろ俺忘れてたね、今。そうか、地獄行ったら手札シャッフルだった、忘れてた。やべえ、忘れ方がやべえ。これはね、払った分人っちゃ引かれるからね。あ、マジ、うん、知らんかった、嘘、これだからこれ、あれ払えそうだなと思って今。うん、だからじゃあこれ出した方がいいなと思って。払ったね、俺。うん、お得するなって思った。あ、払ったよ。男気出したんだけどね。全額出しに行ったもんね、あの子で。その男気踏みにじられたね。やめてくれ。おお、マイナス。あはん。
てかそういうカードか。うん。えぐい。なんか持ってる。悪いカード。悪くはないですよ。あ、上告失敗しとる。せっかく得た票がなくなった。悪意だけ増えた結果悪意だけ増えてる。あー、やばいやばい。やべえな。かっこいいな。てか翔太郎のこれやばい。なんかすげえキラキラしてる。うん、いいね。よそいいね。これユータとやる日が楽しみだわ、マジで。俺と翔太郎キラキラしてるね。あれ、なんか言うたの君じゃねえって。じゃあこの後悪意あんのマジ、不幸あんのマジ地獄だな。いや、いや欲しいな。でも OKOK 安い安い。あ、よかった。なかった。ありがとう。だるいの来たら泣いちゃうかったよ。ありがとう、ありがとう。ふざけんなよ、お前。ありがとう、ありがとう。だるい、こいつ。なにもう、もうボスくんだけど。マジで金、金のゴンゲーグリ。また地獄踏み越えなきゃいけないのこれ。不幸何回踏ませんの。だるーい。流すカードか。いやー捕まえよう。さっさと捕まえよう。あれ、なんか違うカードが言ってる。俺が選んだカードじゃないのが言った。あれマジ、俺も違うカード言ってる。嘘でしょ。やだな。どうしようこれ。どうしようこれ、悩ましい。ラッキーマジ。いやもう今悪いカードしかない。おー悪いカードあるな。おい、ちょっと待て。悪いカードしかないよ。また捕まるとこだったよ。危ない。捕まって止まるくらい。てめえが。
ですよ。よくねえなあ。今のうち。不正選挙使ってからが良かったんだけど、待ってらんなかった。マジで寝ようえな。金があるよ、あの人。ん？金がある。さっき1000円持った人に言われたからね。言ってこいつ今476も持ってるし。金なくなる。強。実績解除。継続カードが6枚達成だって。ブー。6枚あるけど機能してねえのが多いんだよね今。それで、そこか。うわ。まあまあいいっしょ。スロールしてねえと継続カード見れねえんだけど、高めのやつ。え？スロールしてねえと継続カード見れねえ。高めの。そうなのよ。いいっしょ。どうしようかな。悩ましいね。悩ましい。あー、つえ。名乗りだけはあげとくわ。勝てんかもしれんが。おらら。1円。1円ゲットです。あー、ちょっとちょっとあなた今そのカード引くのはどうなの。あ、そうなのよ、翔太郎がギャンブラーだからね。スロットマシン置いといたから、翔太郎がギャンブル行ってくれれば俺にもお金が入るから。そうなんやね。まあ25だからな、入っても。あ、でもそれが実質180円で受けられてるっていうのがいいとこで知って。うん、すっかね、悩ましまる。
北中品。それ使ったことねえか俺ね。でも場面によっちゃいいよな。これここで欲しい、今これ系があったらいいのにって場面で使えるもん。使った？全よ。今日全振りしてきたな。やめろか。ここにいいかな。やらしいとこで止まりますな。もう行かないよ。ん？うん。ありがとうな。強。20って。マニー。20えぐない。Give me money。だるいなぁ。これあともう一枚消されるだろ。だってこれ払うわ。あ、消されなかった。マジそうなの。消さねえんだ。違うカードと勘違いしてない。ん？俺が勘違い。そんなことまだ知事じゃなかった。うん、まだ知事じゃないよ。すごい。この票数えぐ。呪いの剣。あ、こいつシナジー高えな。金ない。投資できない。引いた。選挙始まる。でも君です。いや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 、任期短すぎるわ。もうちょい働かしてくれ。入れすぎじゃないですか。なぜそれ、なぜそれが1票を集める。10票あると金関係ねえんすわ。なるほどね。10票じゃ無理。10票じゃ無理じゃない。こうやって金得られるのか。いいな。いいな。ありだな。バカタレ。食べた意味ないじゃん、お互い。もう分かってたじゃん、これ。ほんとありーわー。
とだるいわ。何なんだよマジでよ。変わってくれ。変わってやるか。なんだ、なんか損はしてないですみたいな顔しやがって。今がチャンス。お金をもらいに行くのです。見てください、お金をもらいに来ないでください。うん、ここに送ったことを後悔するといい。うわまでの一日が強え。強えな。そんな強えかそれ。な。134金が入ってくるんだけど。知ってるか。知ってるな。わかる。俺が知らないカードだ。どこ？金ならあります。あ、やばいやばい。ナイス。なんだよ、手札シャッフルかよ。いけにえ、まだあったんかお前。お前まだあったんかい。にえよ。使い道をくれ。やばい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 。まずいって、まずいってばよ。持ってねえんだよ悪いカード。お前なんでだよ、予定が違う。悪いカード持ってないですよ。マジかよ。悪いカード持ってんだろお前いつもよ。お前はどうなんだよ。持ってねえよ悪いカード。罪をなすりつけるぐらいしかできないよ因果応報で。
いい顔を2個持ってんだから俺。マジでやられちゃダメなカード持ってられたんですけど、いやー予定狂った。いやちょっと待ってよ、やめてマジで。くらえ、やめて、くらえ。つれえ、やべえ、つれえ。よし、俺が強いぞお前。で、マジ？ちょっとマネーゲーム。ちょっとマネーゲームじゃん。ショートアレも金が入るの？なんで？出た今。やばい。死ね。なんだ、金が減るだけか。まだ分からん。何かしらあるかもしれん。まだ分からんのよな。ああないったわ。ない。惜しかった。危ねえ。惜しかった。あしょたろお金表ないっすけど大丈夫ですか。お金ゼロ、票ゼロですけど大丈夫ですか。本当だ。悪意26、ギア26。いやあそこであれなんだっけ、逮捕されると思わなかったな。あれ取られたのきつかったな。な、俺はあそこで逮捕されたのがきつかった。因果を起こって選べるんだっけ、できんで。あ、選べる。あ、選べるの。選べるけど、あ、二択で選べるだけ。あ、そうだから、あそこで手を止めるやつなかったら負けてた。で、予想外の休暇が来たから勝った。そうだね、強かったわ。あそこで予想外休暇はでかかった。強かったね。いや、いい勝負だったな。しかし今回思いのほかいい勝負だったな。だって上がり手あったっしょ。あったよ。ステンやからの頼み事があった。あ、ちなみに俺今その市場に着いた時点で、うん、あの今移動に使ったけど、うん、あのグレムリンの塔も引いたし、うん、その一個前に移動に使ったけど、あの終末時計も引いたけど、そのタイミングもう地獄行けなくて、うん、だからしょうがないからもうあのアストラル海まで走るしかなかった。地獄に行ければ上がりだったんだけど、地獄に移動できねえってなって。あ、でもあ、地獄に向かって走った方が早い。いや、そんなもんないよな。市場からだったらアストラル海の方が近いよな。10、11、12、13、14。そうだね。本当に。いや、いい勝負だったな。いい勝負だった。予想外だったわ。
んだけマネーゲーム強い。金持ちすぎなんだよ。1000円ぐらい多く取ってるね。うん、ピーク時の収入147って、まあ、今そうだけど、だもっと減らしてもよかったんだよな。そのリスクで金回収してってやってもよかった。147はちょっとありすぎだもんね。そんなあってもって言われて、銀行家がほんと強くなったなこれ。知らなかった。いつから入ってたんだろうこの調整。おお、めっちゃ獲得したね。うん、けど天気はずっと俺が勝てた。何なんだろうな。当選3回してんの。3回してんのに15ターンしかやってねえの。1回の当選で32。いや、まあ、2期分ね。なんか任期短かったのに、ね、1、2ターンで終わったのとその後ひっくり返されたので、すげえ短かったんだよな、2ターン。その2期分が後半の第一政権時がちょっと長かっただけで、第二第三がしょぼかった。おかしいな。